なんか春をなんか自分が収穫しなかったことが悔しいってよりはなんか春の泣いてる姿を見てわあ悔しいって思った なんかですかね。なんだっけ。だからさ、絶望？絶望、だいぶ気持ちこもってたと思う。自分、あの時。春も。ね、しなんかかもどんす、なに、じゃあなんかその昇格発表の後の曲が全部なんかわかる。励ましというか、なんだろう、なんか歌詞がなんか自分に寄り添ってくれてるみたいな、なんだろう、なんて言うんだろてか、多分、仕組まれてた気もするんだよね、あれ。絶対、なんか、笑顔の曲じゃなかったじゃん。ね、違かったね。それでね、歌詞、ジーンと来ちゃって。わかる。でも、絶望は、なんかもう、一切笑ってなかった気がするんだよね、自分。なんか、気持ちだけじゃ、ダメなんだなーっていう。ね、かかとを、絶望を、心に太陽だっけ？だったと思う。だよね。歌詞がね、やらあれんなた。にもなんか自然な笑顔ができない子答え初めてだったかも。なんか別に悔しいから泣く泣かないとかじゃなくて、なんか、置いてかれた感じ、心だけ。不思議な感覚でしたね。もう思い出せない、あの感覚。え、リリ泣いた？リリ泣いたっ リリけ？泣いてなあれ？い。リリは、一回、夜のコンサートの裏で、舞台裏で泣いてたんだけど、あれは昇格発表とかじゃなくて、単に MC？ 出なきゃいけない MC で間違えて吐けちゃって、それで泣いてた。ごめんなさいって。本当にごめんなさいって泣いてた。そうなでもの？それだけ泣いたの。え、気づかなかった。あれ？気づかなかった。そう。でもゆめさんがすごい慰めてくれて、あの昇格のことも含め。めーってなった。追い打ちで。そう、でもなんかね、私あの日何かを察してたのかわかんないんだけど、家族呼んでなくて、コンサートに。なんか、よかったじゃないけど、なんか、情けない姿を見られずに、みたいな気持ちになっちゃった。楽しかったけどね。そう。なんか、だからやっぱ、STU のゆらちゃんいるじゃん。ゆらちゃんと仲良くさせてもらってて、この間ゆらちゃんの生徒に手紙書いたんだけど、その時にね、手紙の中にも書いたんだけど、なんか、何の含みもなく、楽しかったことよりも辛かったことの方が多かったってなんか自然と書いたのね。でも実際、なんか、それは別に嘘じゃなくて、でも、なんか、その中に同期いなかったら、すぐ辞めてただろうなって思う。確かに。はるかは同期いなかったら1ヶ月持たなかった気がいすや、る。本当に、本 同期すごい。当に。同期ってすごいよね。ね、なんだろうね。なんか不思議なパワーがある。わかる。なんか3期はさ、多分、こう、同期と何々したとか、そういうのを、どうしたらうまくみんなに伝えられるのかわかんなくて、伝えてないメンバーが多いから、3期ってどうなのって思ってる人多いかもしれないけど、思ってる以上に仲いいよね。仲いい。ね。みんなで遊びに行きたい、早く。本当に行きそう。たいよね。で行もけそてのない時か。にはもうリリー全然メンバーじゃなくなっちゃうんだけど。いや、誘いますよ。誘います。お願いしますよ。ね。大気遠いかも。
あ、そうだよ。約束立ててたけどさ、結局さ、うん、あの、いろんな予定が重なっていけなかったじゃん。ね、あれも行きたい。確かに。はるか、みんなでスキー行きたかったんだよね。スキーできないんだよね。じゃあ、春もやったことないの。ああ、そういうこと？そう。あの、お子様コースでさ、みんなで練習するしかなくない？どうする？なんか、上手い人いたら。ミラナとか上手そう。ああ、確かに。うん。意外と花江もなんかできそうじゃない？え？いや、花江できそうだと。どうなんだろうね。わかんないけど。うん。あとは、え、でもそれぐらい、ユーハとかやばそう、なんか。ユーハ一歩も、あ、あの、ユーハ？どっちのやばそう？あの、え、なんか、歩くので精一杯そう。ああ。でも、なんか、え、わかんないけど、ただの予想ね。ユーハは、あの、大声出すとかではなく、静かに転んでそうなの。わかる？なんか想像できる。わかる、わかるよね。静かに転んで、あれ、ユーハはってなるじゃない。確かに絶対ある、本当にわ、ね、かる、それ、いや、危ないルア、あ、ルアうまそう、ルアうまそう、うん、ルア運動神経いいからね、確かに、うん、うん、あ、お互いの、うん、地元を案内するならどこ行きたいですか、だって、やっぱこんにゃくパークじゃない、はる？え、待って、はるね、こんにゃくパークね、お姉ちゃんとお母さんとね行ったんだよ、そう、写真もらったじゃん、そう、写真、え、そう、だからやっぱこれは行くしかないんじゃないって、え、こんにゃくパークね、行きたいね行きたいね、明太パークできたらしいから、隣に、え、そうなんだ、まだ行ったことない、できてから、へ、あとはでも温泉行きたい、あ、温泉いいね、うん、温泉は行きたいかな、千葉は、え、千葉は夢の国あー、まあそうだよね、てか計画立ててたしね計画立ててたね、私たちさ、うん、1年目から立ててたのにさ、そう、一度も行けてないよね、そうだよ、スケジューリング下手なんだよ、ね、私たち、ね、会ってすぐぐらいにね、もう行こうみたいな、うん、行っちゃおうみたいな言ってたのに、うんうん、スケジュール私たちが下手すぎるのよね、ね、うん、とか、あの、なんだろうね、あと地元ね地元か、パッと浮かばないかも、うん、あ、マザー牧場って来てる、あー、行きたい、一度は行きたい、私、牧場好きなんだよね、あ、そうなの、うん、だから、うん、あの伊香保温泉の近くにも牧場があって、うん、あー、あ、そうなんだ、の牧場が好き、なんか開放感あるじゃん、確かに確かになんか物理的にも精神的にも多分縛られるのあんま得意じゃなくて、うん、だから狭いところとかもあんま好きじゃないの、え、そうなんだ、そう、こんな感じかな、でも遊園地系行くなら、うん、あそこ行きたい、那須わかる、栃木の、あー、私あそこの那須アイランドパークが好きで、あ、そうなんだ、うん、富士急よりも怖すぎず、うん、他の遊園地よりも結構乗り物しっかりしてる、うーん、だから、うん、個人的に乗りやすいアトラクション多くて、うん、好きなの、へ、ただめっちゃ遠いの、あ、そうなんだ、そう、だから前に行った時は雪降ってて、うん、
だしね、人もあんまりいないから、ちょっと怖いんだよね。そう、なんか、年季は入ってる。でも景色もめっちゃいいし。でも暗くなるのも早いんだよね。だから、早い時間から行かないとなんだけど。でもその時もさ、牧場行ったんだよね、リリー。どんだけ牧場好きなわけ？牧場ってそんなに行くものなの？行かないと思う、普通。はるか、人生に1回ぐらいしか行ったことないかも。楽しいよ。なんか、牧場で食べるソフトクリームとか、食べる温かいもの系も好きだし、お土産に買うヨーグルトとかチーズとか好き。いいね。行きたい。釣り堀あったりとか、その時は、なんか、馬みたいな乗った。へぇ、乗れるんだ。そうそう。いいな。楽しいですね。行きたい。いいね、地元。何話そう？質問でもいいし。あ、違うよ！なんだっけ？何しようって言ったんだっけ？なんだっけ？外国語禁止ゲームか、山手線。山手線はすぐできるか。山手線でもお題とか考えてないんだよね。ね、考えてない。だからお題、いいお題あったらください。天平の歌では泣いてましたかって。これ春にかな。天平の歌だ。春じゃない、春じゃない。春、私ですか。あ、こないだのニコ生さんかな。ニコ生さんのやつ。天平の歌は泣いてましたよ。泣いてると思わなくてびっくりしたもん。泣きました。でもその後さ、普通にさ、好きな人さ、加わってきてさ、めっちゃおもろかった。春はあの部分が一番好きで、あの、よくね、あの、好きだも好きな、あの、三人、あの、三人の方が歌う好きだも好きで、で、よく一人で聴いてたんだよ。あ、嬉しい。そう、聴いてて、うん、そう、それで、ずっと見返してたんだよ。それで、なんかもう手振りとかも、みんなの手振りとか、仕草とか、歌い方を、なんかもう覚えてるぐらい、なんか歌わりも。あれだよね。あの、春とルアとユウはさ、再現できるんでしょ。そう。そう、三人でね、そうやってるんですけど。一回やってもらったことあるんだよね。そう、カラオケでね、あの、三人で練習して、そう、なんか、四回ぐらいやってた。4回ぐらい歌ったことあるんだけど、その3人で。しかもさ、なんかそういう、そのメンツでカラオケに行くとさ、私が、あの、飲み物とか取りに行って、戻ってきたら勝手に入ってて、はい、どうぞとか言われて、マイク渡されんの。確かに。それやるわ。コーラスやってくれるの。そう。ね。ほら。結構、うわーとか好きだよね。ね。結構練習した。すごすぎる。うん。みんな、ウォーウォーの時手つけてるから。あ、ウォーウォー。そうそう。やば。それも、面白すぎるよ。それもちょっと自分で練習してました。私も最近春の影響で、あの、あれ、聞いてるから。アニーのトゥモロー。じゃあ、それ春の影響なの？それ。誰だっけ？なっちゃん？なっちゃんだよ。なっちゃんがいきなり、そう、なんか、え、何の話からなったんだっけ？なんか。違うよ、なんか急に歌い始めたんだよ。え、そうだっけ？うん。え、なんかね、なっちゃんとね、よく話してることがあって。うん。なんか、こう、同級生にさ、うん。芦田愛菜ちゃんがいるじゃん。あー、いるね。で、そういうのを見て、なんか、子役になりたかったと、子役になりたかった、頃あるよねみたいな。そう、二人とも子役になりたくて。すごいね。そう、それで、で、たまたまね、アニーの舞台を見て、あの、アニーのオーディションも受けようとしたよねみたいな。すごっ！ね、そう。その話で、アニー歌うようになったんだよ。なるほどね。そう、アニーのトゥモロー。朝が来れば。そう、トゥモローって。そう、なんか、誰もが知ってる曲だよね。そうそう。それで、
それでね、なっちゃんと二人で歌い始めたんだよ。あ、じゃあそれでたまたま歌ってるのを私が聞いて、そう、ね、リリオ覚えようってなったの。そう、そう。おもろ。そう。いや、いいですね。ね、そうです。でもうちらよくなんか伝染しがちだよね、歌うと。確かに。どうしよっか。山手行く、うん、やる楽しそう。楽しそう。お題ください。そしたら、良さそうなの選べます。お題か。簡単なやつがいいな。ちょっと二人だと、うん。スパンが短いのよね。マジで喉がさ、うん。ごめんなさい。で、めっちゃやっちゃう。痛い。ああ、お題、NGT メンバーの出身県。すぐ思い浮かぶ？待って、いけるか、うん、いけると思う。あ、いける？え、じゃあ、じゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、あ、あ、行こうでしょ。あ、行こうでしょ。あ、行こうでしょ。しょ。ね次で決めよう。決めよう。あいこうでしょ。あ、わかった。あ、じゃあ先行で。はい。じゃあ行きますよ。お題は。どのスピードで？どのスピード？じゃん。じゃんでしょ。何何。うんうん。じゃん。じゃあ、オッケーオッケー。うん、お題は、NGT メンバーの出身、はい、都道府県。うん。じゃあ行きまーす。はい。せーの。じゃん、じゃん、じゃん、神奈川県。そこから。じゃん、じゃん、新潟県。じゃん、じゃん、青森県。じゃん、じゃん、じゃん、長野県。じゃん、じゃん、静岡県。じゃん、じゃん、富山県。やばい。じゃん、じゃん。千葉県。じゃーん、じゃん。群馬県。じゃーん、じゃん。東京都。お、じゃーん、じゃん。兵庫県。やばい。じゃーん、じゃーん。え、待って、どこ？待って、待って、待って、待って。じゃーん。しよう。埼玉県。じゃん、じゃん、じゃん。大阪府。お、じゃん、じゃん、じゃん。茨城県。じゃん、じゃん。いいよ、考えて。じゃん、じゃん。え、もういなくない？え、それなん？え、いる？いや、現役だと。現役だと、いなくない？待って、いる？待って、ちょっと待って。いや、思い出そう。ちゃんと思い出そう。いや、うん。待って。え？え？いや、静岡言ったよ。静岡言ったよ。え、徳島いた？え、徳島いない？徳島いないよね。もう現役だけ。現役、あ、卒業生も入れる？え、入れない。そしたらだって切りなくなっちゃうもん。確かに。神奈川は頭で言いました。え、終わったくない？え、終わった？おー、終わった。でもちょっとゆっくりだったからね、今回は。ちょっとゆっくり。これは初級だよね。うん。ちょっと上級にしよう、上級。兵庫も言ったよ。兵庫も言った。春が。姫路城か。青森も行ったよ。あ、ごめん。聞いてる？あ、ごめん、聞いてる。富山も行ったよ。みんな聞いてる？姫路城から。どんな子。あ、もう全部言いました。絶対言いました。承認です。承認この方です。言いましたよ。
言いました。埼玉、私が言いました。ヒロさんとレンナさんの出身です。言いました。やばい、絶対聞いてないやん。待って、じゃあ言ったね。じゃあ、うん、言った、いけたいけた。次なんだろう。東京都も言った。みんな何を聞いてるの。寝るの怖い、寝るの怖い。ねえ、ね、コミットしないで。ある。あ、もうほら、私のファンの方がいつもこんな感じです、りのちゃんそういうところあるからって。そうやって私のことヒステリック扱いするんだ、そうやって。いいよ別に、もう、ね、もういいよ、知らないから。ねえ、ね、大丈夫。いいよ、お題ください。ヒスってる、ヒスってる。いや、なんでヒスってるって言うの。ヒスってる、やばい。なんかなるもん、まだ19歳だもん。みんなの方が大人なんだからさ、大目に見てよね。ダメだ、ダメだ。私の知らないリリノが出てきた。やだやだやだ、リリこんなんじゃないからやめて。おもろい。ね、あとなんだろう、なんか今、うん、調べるわ。山手線お題お願いします。お題なんだろう、なんかいいですか。あ、なんかいいのありますか。いや、なんか小学生向けの簡単なお題ってある。え、いいじゃん。やっぱ慣らしていかないとだよ、私たち。確かに。え、でも待って、意外とさ、あと30分とかだよ。やばい、早っ。延長希望、延長。延長できんの。え、わかんない。 NGT のオリジナル曲、うん、あ、いいよ、やろう。じゃあ、え、でもさ、うん、意外と急に言われたら出てこないかも。やばいな。確かに。やばいね。やってみよう。やってみよう。春から。春から？うん。どうやって始めるんだっけ？せーの。あ、うん、あ、このスピードでいいのもう。あ、普通にする？うん。せーの。あ、じゃあ、え、待って、ちょっと待って。分かった、今の練習ね。ちょっと待って、ちょっと待って。あの、質問ですけど、え、これは略してもありか、それとも本当に、あの、もう、カルダダダダダダで全部言うか。それ、ルールだけ。こうさ、リズムにさ、世界はどこまであるものなのか。世界はどこまであるものなのか。じゃあ、略進ありにしよう。略進ありで。うん、わかりました。よし、じゃあ。せーの。じゃんじゃ、じゃん、ま、え、マックス、あ、いいよ、はん、じゃん、NGT48、 バーンバーン、青春時計、バーンバーン、春床、バーンバーン、セカオ、バーンバーン、世界の人へ、バーンバーン、みどもり、じゃん、自走しな、バーンバーン、何かがいる、え、なんか遅って言われてる、もうちょっとスピード上げる、スピードアップする、ラグがあるんだよね、多分。あ、確かに。じゃあ、せーの、じゃんじゃん、え、ほんとりどり、じゃんじゃん、あの別、じゃんじゃん、どうしようもないこと、じゃんじゃん、空き缶パンク、おう、じゃーん、じゃん、決勝、パーン、パーン、暗闇求む、おう、じゃーん、パーン、後悔ばっかり、じゃーん、パーン、パーン、オーサム、おう、じゃーん、じゃん、ギコデン、パーン、じゃん、パーン、下の名、おう、
じゃあ嫌いなのかもしれない。あ、これあり？ちっちゃいモンクラブありじゃない？オッケーオッケー。じゃあ続きます。じゃーん、パンパン。大人になる前に、あー、え、どうしよう。じゃあ出陣。パンパンパン。絶望。うん、パンパン。僕の涙は流れない。やばい、瀬戸に思い出せ。パンパン。あとで。あー、パンパン。ここ体。あー、パンパンパン。ソフトサーブ。おー、いいね。パンパン。かかと。パンパンパン。順よろ。あー、パンパンパン。はっきり言ってほしい。ああ。パン、パン。チョコネム。おー。パン、パン。反省そうだ。パン、パン。パン牧笑。うん、パン、パン。私が一番言いたかったこと。パン、パン。お茶粉。おー、やばい、今瀬戸に思い出す、頑張る。パンパン。好きなんて。パンパン。友達でいましょう。言った言った言ってない。言ってない。パンパン。自然獣。え、待って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 。パンマッチのあり。はい。優しさの重さ。うんうん。パンパン。昨日今日。ラーメン本当。パンパン。抱いてやっちゃう。パンパン。角田浜。あー、パンパン。なんだっけ、命をかけろ。ね、早い、やばいやばい。パンパン。リリももうそれやばいな。え、わかんない。え、なんか結構言ったくない？言った。あ、土地音があってきた。あー。あ、やばい。待って。待って、あとね、まだ思い出せるのが。思い出せるの？思い出せるのが。うん。何言ったかわかんなくなる。わかる、そっちは忘れるよね。ね、なんだ。あとなんだ、チョンガと、え、今日負けた？言ってない。え、言ってないの？言ってない。え、今日負け言ってないね。あれ言ってない？うん、言ってない。あれ言ったと思った。言ってない。あとはちょっと待って、コメント見てないからまだ。思い出せる限り思い出したいよね。うーん、あー、ポンコツ。え、言ってないっけ。言ってない。え、なんか言ったと錯覚するんだけど、やばい。わかる。でな、ポンコツ。うん。あと、NGT 楽曲。ドロジェラとかも ?2 期生さんだけど。ああかな。待って、何言ったか分かんなくなっちゃった。みんなの前。ああ、片思いのままじゃ終われないもじゃん。え、泣きべそ言った？言ってない。なるほど。え、しゃべペア言った？うん、言ってない。え、待って待って、言ったと結構言ってないよ。やばい、言ったと勘違いしてる。やばいやばい。勘違いするよね。あとなんだろう、ね、え、蒸発も言ってない。言ってないわ。え、待って、嘘、やばいな。瀬戸り記憶力が瀬戸り、瀬戸り、あ、君どこ。あー、確かに君どこもだ。
となんだろう。あと、ユニットのやつは全部いった？蒸発、空き缶、わちゃごな、あとで嫌いなのかも。うんうんうん。言ったね、ちょっとりは。言ったね。え、どうしようもないことは言った？言った。言ったか。ん？あとあったかな。あ、泣きべそ。うんうんうん。うん。うんうん。難しいね。しずじゅう言いました。恋するハルチュンクッキー。じゃあ今、コメント欄で言われたから。時が止まったよ。あ、カーテンの柄。ああ、確かに。ああ。お金も言ったね。青春時計も言ったよ。やばいよ。りのちゃんがまた、ひすっちゃうから。何を聞いてんのって。いや、ひすらせないで。本当にお願い。あと、なんだろう。私の、ああ。答えも言いましたね。うん。本当にひすらせないで。安静相談も言いました。え、待って。本当にさ、みんなとのラグありすぎじゃない？えぐいね。去年も言ったし。え、情熱の電源言った？あ、言ってないわ。あ、やばい！さっき歌ってたやん、うちら。え？うちらさっき歌ってた、電話で。嘘、やばい。わちゃごなの印象しかなかった。嘘。え、そうだよ。確かに。わちゃごなも歌ったね。なんだっけ。どこ歌ってたんだっけ。新しい。あー、もう一度。違うよ。え、何？違うよ。わちゃごなのさ。あ、わちゃごな？わちゃごなか。あ、新しい恋を見つけるしかないだ。それか。そこだ。キスチョンも言ったよ、シソシノも言ったよ、多分もう言ってるわ。いや、国家言った、マックスとか、うん、マックス頭で言ったね。で、桜木町も、え、うん、多分もう言ってる気がする、全部、うん、言ったわ。で、ここ答えとか、桜木町、うん、これはみんなの記憶力が試されますね。ね、うん、私たちももう一回ぐらいやる？何やんの？お題何にしようかな。メンバーの名前。フルネームで？フルネームで。これいけなかったらやばくない？やばい。え、でもさ、はるちゃん、名前順さ、全然覚えてないんだよね。あの、4期生は。ああ。佐渡2じゃないよ。佐渡へ渡るだよ。しかも佐渡は SDN さんだよね。うん。え、フルネームで行く？ああ。え、でもむずくない？むずいかも。順番バラバラになった瞬間に誰言ったっけってなりそう。好きなんても言ったよ。だ、もうコメント見ないようにしようかな。レナオちゃん怒らないで。怒ってないこっち、こっちのコメントで。レナオちゃん怒らせないでって。こっちのコメントで。みんな人の話聞いてくれないの？ひすっちゃうんですよ。違うよ。人の話聞かない人が悪いんだから。なんでリリがさ、ひどいよね。私が変な人みたいに言われる。ねえ、春は味方だもん。春は味方だもん。いつでも味方だよ。ありがとう。うん。ね。ていうかさ、うん。猫ミームやってる。いや、猫ミーム。って思って。え、てかさ、うん。あれさ、
え、あのさ、パーティー公演のさ、後にさ、うん、撮った動画がさ、早く欲しい。わちゃごな？わちゃごな。メンバー全員でわちゃごなやったんですよ。え、そう。でも、もらってない、リリも。ね、まだ、もらえてなくて、動画。みんなして、愛の意味を、で出てくるんだよね。マジで見てほしい。うん。やりたかったな。愛の意味を、わからずにキスしたこと。君に向けば、欲しく。ね、めっちゃ面白かったよね。それが。でもやっぱうちらカメラ回ってない時の方が面白いんだよ、多分。多分ね、そうかも。うん、カメラ向けられると上手にできなくなる。確かに。自然な姿が一番いい。うん。うん。常にカメラ回っててほしいもん。そう思いますわ。裏側がね。裏側が面白い。3期撮りとかまたやりたいもん。でも3期撮りって、わかる人にしかわかんないんだよね、多分。あー。だから難しい。確かに。うん。あと動画の方が面白いかもしれない。あー、それはある。写真よりね。やばくない？だってもう合わないじゃんね、ほぼうちら。うん。やだなぁ。寂しいなぁ。うん。寂しいよ寂しいよ。後で言ったよ。あ、もうダメだよ。コメント読まないって決めたから。サッカーの J1 チームだって、はるちゃんわかんないんだよね、全然。むずいよ、それ。リリも完璧じゃない、絶対。え、柏レイソルは J1? J2? J1 じゃない？ J2 にいない方だよ。J1。三期劇場最後にやってほしいなってどういうこと？三期劇場ってなんだろう？わかんない。ミニ劇場ってこと？ん？ミニ劇場だけやれってこと？あ、そういうこと？いや、わかんない。てか最後も何もなくない？三期の劇場に。キャラクターの名前なの、うん、危ない気がする、うちらがやったら。なんか。急に出てきちゃいそうじゃない？ああ。待って、シンプルにお互いの好きなところだって。え、ちょっと。ちょっとね、ちょっとダメかも。うん。ね、言っちゃったら、今後会えなくなりそう。うん、わかる。恥ずかしくない。ね、これってさ、コラボ配信でカラオケってできんの？できないよね。え、できないと思う。だよね。うん。これやろう。ん？これ。リリ、左の顔の方が好きなんだけどさ。え？近づく。うちら、丸顔なのはお揃いだからね。え、どうやって待って、なんか。多分さ、カメラの向きじゃない？それ。え？縦でやってる？リリ、縦でやってる、今。あ、いけるんじゃん。立ってた。待って、めっちゃおもろい。口閉じれない。待って、笑っちゃうんだけど。見て、無理。あれ、もうちょっと寄って。もうちょっとだけ。あ、もうちょっとだ。あ惜しい。惜しいよ。だし、うちら前髪が違うのか。なんか違う。え、なんで、春の黒目がでかすぎて、リリがちっちゃい。リリでかいよ。
これこ、ここじゃない？ほら。目向いてる方向が二人とも違うから、ゾンビみたいな。じゃあ、どこ見たらいいか。リリノの画面見ながら調節してるからさ。あ、OK、そういうこと？だから、なんか見てる方が。え、うぜい。どこ？あれ、どこ？ここ？あれ、目でか。笑わせないで。え、無理なんだけど、なんで？ね、目普通にして。普通だよ。どこ？どこどこ？どこどこ？え、どこ？言ってんのかも、ちょっと。え、どこ？え、わかんない。え、どこにいんの？無理だ。ダメだ。横は？横はリリ、言うのと試そうとして無理だったんだよ。これさ、うん。こうしたらいける。どういうこと？今どうなってんの？カメラを下にした、うん、逆さまってこと？うん、早くリリー。え、ということ、リリーはどうすればいいのこれ？リリーは普通に横。無理くない？ちょっと行くよ。ねえ。無理くない？一人でやらせない。待って、できないんだけど。早く。なんで口、そういう口にするの。笑わせないで。無理。え、まっすぐできない。無理。ちょっと、リーがそっちがいいんだけど。あ、わかった。え、これカメラ逆さまにしてるの？うん、そう。え、もう、こういうこと？そう。あ、そういうこと？うん、それ。それで、なにこれ、あ、こっちじゃないのか。ダメじゃんか。おい、わかった、はる、こうじゃない？あ、そうだ。こうだ。でもリリ、これきついだ、この体勢。あ、待って、はるもこれ。ここ事故だって、これだって、こうやってやんないと。あ待って、マリ、笑っちゃう。待って , 笑っちゃう。なんか待って、もうちょっと。あ、そう。できてるくない？できてる。できてたよ、今、絶対。できてる。オッケー。めっちゃおもろい。笑い疲れたわ。なんかまた喉枯れた。うわぁ、すごい。楽しい。レイノのポンコツっぷりが面白かった。やばい。レイノこうやってやってた。レイノ。あ、でも待って。それでさ、あ、そっかできないの。髪の毛つながってるみたいな。あ、ダメだ、もうちょっと。違う、これじゃない。え、レイノ、こうやって、これで配信する？一回。いいよ、このままやろうじゃん。
え、でもこれでさ、この口元は誰でしょうって言われたら、ね、全員当てられる気がするよ。本当？うん。じゃあ、当てて。いや、南川遥かでしょ。どういうことだよ。どういうこと？当てて。あ、その口の形は、なっちゃんかな。違う。え？もう一回やって、じゃあ。なっちゃん、なっちゃん、この。あ、じゃあ他の人やってみて。え？口元？口元全然見てないからわかんないな。なんだろう、口元。ルア！あ、じゃあこれ。え？これ変顔もおもろい。カメラ逆だから、こうやってさ、上見たらもう変顔なの。これ誰だと思う？ん？誰？むずいね、口元表現すんの。ねえ、これ上見てるとさ、もうこれこれ変顔になってなくない？別に。口元は、え、誰それ？リリカ。あ、これダメだ、これじゃないな。わかんないね。うん。ゆうはよくこの口する。ああ、わかるかも。戻すわ。あれ。ちょっと笑い疲れた。わかる、疲れた。なんか、体力消耗したわ。春のおかげで元気出たわ。ありがとう。ごめんなさい。よかった。今日はへにょへにょなリリノさんだったんですけど、うん、皆さんご存知の通り元気出ました。はい、そうなんですか。はい、珍しくへにょ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 、ね、本当に痛い。大丈夫？でもはるちゃんもなの、はるちゃんもちょっと乾燥かな、これ花粉？わかる。なんだろうね、これ花粉かな。うん、大事にしよう。いいかいいかい。大事にして、大事にしてください。その美声を大事にしてください。戻ってこなかったらどうしよう。その美声を大事にしてください。そう、レリノが、レリノに歌ってもらいたい曲があるから、早くカラオケ行きたいの。ああ、え、そうじゃんね。やばい。大丈夫？本当に。でもね、聞いて、私、花粉症持ちじゃないの。え？人生で一度も診断されたことないの、花粉症って。はるか花粉症なんだよね。あ、そうなの？辛いって言うよね。なんか、もう花粉飛んでるとか、より全然わかんない人だからさ。昨日、くしゃみめっちゃ出てた。やだね。でも急に発表するかもしれんもんね。うん。気をつけよう。ああ。何の曲か気になるやん、だって。え、はるか、配信で一回言っちゃったんだよね。あ、そうなの？リリノにこの曲を歌ってほしいんですって。リリは話したことないかも。でもずっと知ってるから。うん。言っちゃおっかな。うん、いいよ。何？あ、春が言うの？
うん。ほんと？うん。あの、西野カナさんのね。ベストフリーの。ベストフリー。ベストフリー。ちょっと英語難しかった。うんうん、わかる。あそこ高くない？世界で一番に幸せを見守れる。はるかは歌えないからリリノに歌ってもらいたいな。歌えないんかい。そう、あのちょっと高いからね。ちょっとわかる。でもリリも、うん、キー下げってギリギリだと思うよ。あ、ほんと？うん、高すぎるよ。すごいよね。うん、なんか あんな声出る人いるのがすごい。うん、いいね。楽しみだ ね。早く予定立ててね。え、好きだわ。高くなかったの？うん、好きだわ。え、いけたん？でも一曲まるまる一人で歌ってって言われたら多分壊れる、喉が。あー、確かに。うん、そう、結構一人で歌えない曲だけど、うん、なんか自分以外にこうパート割りしてくれる人がいると歌える曲は結構多い。あー、ギラもそうだし、タバコ？あー、もう私全然自分の適音キーじゃないから。もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって。いいよね、いい曲だよね。天秤も高すぎるし低すぎるしね。天秤の歌のね、アカペラ、うん、アカペラマジでマジで、あの後からレイナさんとヒロさんと話したけど、うんうん、3人ともパニックだった。パニックなんだらしい。リリだけかなって思ってたけど、うん、本当に焦ったって言ってて、二人とも。あ、やっぱそうですよね。でもすごいね。うん、うまい。感動した、本当に。嬉しい。あ、そろそろだって。やだね。やだ。待って。ん？明日の配信枠いるな。あ、やばい。まあ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 。やばい、焦ってきた。すみません。ランキングってどうやって送るの？ランキング？あ、まだ送らない。もう全部混ざっちゃった今。ランキング送るの？って読む？ランキングは、うん、どっちが先に読む？春から読む？あ、じゃあお願いします。ちょっとお手本で見る。はい。はい。じゃあ、いつもの感じで。はい。はい、じゃあ、それでは、今日は終わりの時間となりました。おやめの、なんだっけ、わかんない。普段がわかんなくなっちゃった。おやめになりますだ。おやめになります。そうなんですか？はい。あ、そう、おやめになりますね。はい。それでは、13位からランキング読んでいきまーす。いくぞー。え、本当にこうなの？アンコール、アンコール。本当にこうなの？え、ちょっと、え、本当にこうなの？こんなことしてない。そうだよね。怖いんだけど。え、ごめん、なんか。うん、全然いいよ。え、やって。え、吸って。いくぞーって言ったら、おーってめっちゃ言われた。ノリがいい、めっちゃ。めっちゃノリいい。うん。なんか、アンコールコールが。アンコールコール？アンコールが。いやね、みんな明日もね、早いから絶対。ランキング読む？なんか読むって言ってるやん。どういうことやねん。じゃあ読んじゃうよ。うん。あ、みんなに突っ込まれた。始めないかいで、読まんのかいで、おーいいで、あ、ありがとう。突っ込んでくれて。よし、はい、じゃあ、ランキングいきます。はい。13位からいきます。13位、
13位、豆のめちゅん、ありがとうございます。12位、よちくんちゅん、ありがとうございます。11位、たかお坊主ちゅん、ありがとうございます。10位、ドラミちゅんのまちゅん、ありがとうございます。9位、山じゅんのまちゅん、ありがとうございます。8位、みなみかわぼんぬまちゅんちゅんちゅん、ありがとうございます。7位、さかいのましんいちちゅん、ありがとうございます。6位、ビールバラちゅん、ありがとうございます。5位、りえちゃんとちゅん、ありがとうございます。4位、よしちゅん、ありがとうございます。3位、さりょうちゅん、ありがとうございます。2位、ねぎちゅん、ありがとうございます。そして第1位は、てるるるるるるるん、たむちゅんです。ありがとうございます。こんな感じです。なるほど。私、いつもさ、ざーって読んで最後にありがとうございます。じゃあ、今日は、はるの真似をしてみる。オッケー。はい。じゃあ、13位からいきまーす。はい。待って、フルで読もう。じゃあ。13位、わたちゃん、アットマーク、ずっと、TD さん、ありがとうございます。12位、かずひろさん、ありがとうございます。11位、きゃんくんさん、ありがとうございます。10位、たむひろさん、ありがとうございます。9位、うっちーさん、ありがとうございます。8位、きーちゃんさん、ありがとうございます。7位、パックさん、ありがとうございます。よっ!6位、ゆうき、アットマーク、NGT よしさん、ありがとうございます。よっ5位、みー、アットマーク、0031、ワンタン、西形家、アットマーク、すいさん、ありがとうございます。よっ!4位、豆腐屋町さん、ありがとうございます。よっ!3位、うさこ、お花、隠居さん、ありがとうございます。よっ!2位、かつや、NGT 発行し、アットマーク、おにぎりさん、ありがとうございます。よっ1位、金堂さん、ありがとうございまーす。よっ!うまいね、春は。盛り上げが。ありがとうございます。さすがです。見習います。ありがとう。はい。ということでね、はい、明日は、何するの?明日は、ルアとコラボする。コラボ祭りやないかい。そうだよ、でも、明日までだから。なあ。で、28が、南川とコラボ。あれ?私はいいけどね。私はいいけどね。あれ?ね、いいけどね。あ、わかった。28が、うん。あ、スモとコラボじゃなかった?ちょっと待って。え?加瀬さん?加瀬さんアカウントあるまだ。加瀬さんコラボじゃなかった。あれ?スケジュール組んでいいかな?あ、ちょっと、そうに言ってみよう。やめよ。やめなさい。やめなさい。そう。まあまあ、リターンがあるかもしれませんね。ハルとリリが。確かに。はい。でも、今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい。また。じゃあ、また、どこか。機会があれば。ね。うん。よろしくでも、昼間でもいいなら。あ、ぜひぜひ。あ、じゃあ、昼間ならいけるわ。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。起きてたら、ああ、起きてもらいます。わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、ありがとう。え、じゃあ切る。うん、はい、ありがとう、ありがとうございました。お仕事頑張ってね。みんなおやすみなさい。おやすみ、バイバイ。見てね、バイバイ。ありがとう。バイバイ、ありがとう。